それでは記念式典を始めさせていただきます。まずはじめに本日の発起人を代表いたしまして、姫川会会長で弁護士の藤田善六がご挨拶を申し上げます。よろしくお願いいたします。さあ、今日のですね、祝賀会のこの座席をご覧になってくださいますか。これ私いろんなところでいろんなお祝いの会でございます。これだけ多種多様ありますね。出席者の方々の祝賀会というのは初めてでございます。本当に、衆議院の高取先生はじめ、米田市長、そして県会議長をはじめですね、行政関係の皆さんもいればですね、教育関係の皆さんもいらっしゃいます。また私と実は小林さんが卒業した、小学校中学校の校長先生とかそういう方々もおいでになっています。そしてあと大和川とか田端とか柏市の区長さんとかですね、本当に私自身も小林さんにお礼申し上げたいのは、本当に久しぶりにお会いした方がね、実は東京糸魚川会でございますよね。で小林さんがずっと中心になって活躍なさっておられまして、今会長になっています。で、この東京の県人会ってありますね。これは全国のですね、県人会の中でも非常に新潟の県人会の皆さんから力が有名な県人会なんです。でその中の有力な実は協議の会というのがこの東京糸魚川会なんです。でそれを引っ張ってこられたのが実は小林さんでいらっしゃるんです。で私は今新潟姫川会でご紹介いただきました。これは新潟市中心ですね、いろんな仕事をしているもう本当にいろんな方いますけれども、そういう皆さんで作っていただいて、新潟姫川会ってなりました。で本当にこの数年来ですね、ちょっと私東京糸魚川会にお招きいただきまして、新年祝賀式だとかあるいは定期総会とかそういうところでお招きいただきまして、私ども教育の会としては大先輩、またものすごく力のあるね、また承知のように皆さん、小林さんは千野先生が本当に素敵にですね、小林さんの歩みをですねお話しいただきまして、私がしゃべることもない、もう皆さんから見ていただくこの本ですね、そのエキスをご紹介いただきました。さて私がですね、なんで小林さんの今日の愛用にさせていただくかなということを考えてました。三つ四つあるのかなと。ちょっとお話しましたけども、小林さんは大和川小学校のご出身なんです。大和川中学校のご出身なんですね。私も実は大和川小学校と大和川中学校、もう第二中学校になりまして、今の東中ですよね、の出身なんです。で私にとっては大先輩でいらっしゃる。それとはですね、柏市の駅を降りていただくと、まっすぐ今の糸新さんの支店がありますけども、突き当たりに小林さんのご実家がございました。小林屋さんというお店屋さんでございました。で私の家はですね、その小林さんから裏的の方面にずっと歩いて行っていただいて、昔の感謝式を使うんですよね。はい、それを使うの、万全商店という店がありますけども、その万全商店の息子なんですね。で同じように私、商人のうちに育ちました。そういうこともありまして、それとあと、いろんなことを考えておりますけども、私はこの場でですね、小林さんにお詫びしなきゃダメなんですね。新潟で弁護士35年間やってましてですね、いろんな仕事やってますが、やはり企業が具合悪くなったっていうような仕事を結構やってるんでね、それでよく債務者払う側の代理になって、そして処理をしますとですね、やっぱり債権者目録2項3項さんというか会社が並ぶんですね。ですからおそらく私はですね、新潟の弁護士で2項3項さんに一番ご迷惑をかけてるそれで現在もですね、小林さんからまた日光産業の皆さん今日もこういうになっておられますけども、本当にいろんなアドバイスを頂戴したいですね、いろんなことを教えていただいております。もうこの場で感謝、会長はじめ皆さんに感謝を教えたいと思います。それからですね、今までの中でいろいろと振り返ってみますとですね、いろんなことが思い出されますけども、この新潟のその県人会の100周年記念が実はあったんですね。でその頃に私がですね、今までは本当に前々から存じ上げておったんですけども、小林さんとじっくりお話しすることになったんですよね。ね、で私、正直言って大先輩でありますし、いいと思いいたしまして、で、ご覧の通りですね、本当にちょっとね、恥ずかしがり屋っぽいところがあって、ちょっとね、私みたいに出しゃばり屋じゃないってことははっきり言いますね。まあ、そんなことでいいと思いいたしまして、それで先ほど言ったように、何回もお話をさせていただいて、お付き合いをさせていただいております。まあ、そういうことで、この本のね、夢と生きる、
日本一のビルメンテナンス業を目指した小林康弘、それで自分はエジソンを目指すんだという夢を語って、そこからスタートいたしまして、トーマス・エジソンになりたかったなというところからスタートされまして、最後の締めくくりもやはりトーマス・エジソンになりたいなというところで締めくくりになっています。先ほど仙道先生からのご紹介もありましたし、この本のご準備をいただいた橋崎先生からもそのしいお話がありますので、もうこれ私お話しますとですね、せっかくの皆さんの楽しみがないです。これお読みになり、お読みになりますとですね、一気に読めると思います。非常に素敵な本です。それとあともう一つ、これよりちょっと2年ほど前に出された志と野心の間、この本ですね、この本も非常にいい本なんです。私糸魚川の皆さんと2ヶ月に1回勉強会でさせていただいておるんですが、十何年続いておりますが、そこでいろんなですね、リスクマネジメントだとかですね、内部統制だとかガバナンスだとか、そういう難しい変な横文字使ったりなんかして話してきたんですけども、この2冊の本はですね、そういう難しい言葉は使ってないです。非常に平易にですね、本当に真心のこもった、本当に一歩を引いているんだけども、本当にものすごい情熱にあふれた本なんです。この本もそうですし、この皆さんにお見上げいただく認知だとこの本もそうなんです。で、お一人お一人開いていただきますと、こういう形で、それぞれのお客様のお名前記されております。そしてあとまた小林さんのこういうサインもございます。これはもう本当に私どもに対する小林さんの思いの表れなんだろうと思います。それからこれだけはですね、皆さんにお話しておきたいなということがあるんですよ。実は小林さんとお会いしますよね。で、必ず小林さんが私の言うのと伝えることを支えるために何かと言いますよ。小林さんはね、ちょっとどんなことかなというお分かりになるんですよ。こういうことをしたんですよ。藤田さん、糸魚川元気になってもらおうよと。藤田さん、糸魚川もっともっと良くなってもらおうよと。こういう言葉なんですよね。ですから、この言葉が皆様方への今日のメッセージの表れではないのかなというふうに思っております。これからまだまだ私ども糸魚川に連なるもの、本当に長いまだこれからの付き合いもあるかと思います。小林さんには本当にこれからも、商売のせがれなんですね。実は皆さんからお土産いただく、ちょっとボロの紙袋を覗いたんですよね。だからなんと糸魚川の仕上げのですね、雪潤っていう宝酒造っていう酒が入ってました。本当にね、ここまで心からいただいたのかということで、実は宝酒造の私の袋のまこういうところにもですね、本当にね、きめこやかめ、私で知らなかったですからね、ご労働がご労働されているのかなというので感じております。そんなことで今日は楽しくですね、小林さんの今日のこの出版記念会楽しみたいと思います。そしてもっともっと小林さんから我々が元気をもらえるように、そしてもっともっと糸魚川が良くなるように、元気になるように、皆さんと記念しながら小林さんのますますの活躍をまた合わせて記念しながら楽しんでいきたいと思います。そういうことで、今日のこの出版祝賀式の代表様としてのご挨拶させていただきます。本当本日はありがとうございます。初めに衆議院議員高取修一様、お願いいたします。大事な会に遅れてまいりました。大変恐縮でございます。私自分の会をですね、今日十日町で設定をしてございまして、なんとか間に合うようにということで来たんですが、吹雪とそれから高速が通行止めになりまして、ここまで来るのに3時間半もかかってしまいました。おそらくですね、皆さんのスピーチが終わって、今や縁も竹縄ではないかと思って入ってきたのは、大コーラスがやってらっしゃる真っ最中で、非常に驚きましたが、最後の方だけですけれども、素晴らしい歌声を聞かせていただきました。小林様とはですね、実はちょくちょく東京でお会いをさせていただいております。なぜかと言いますと、非常に魅力のある方でございます。そしてお会いするたびに、なんか人生観が変わるぐらいのですね、何かこうヒントとか影響を与えてくださる、そういう方なんです。今藤田先生素晴らしいスピーチをなさいました。その中で、志と野心の間という本、私も読んでいます。でですね、こちらの本もものすごく私に影響を与えたんです。ある青年が私のところに来て、
私は政治家になりたいんだと言いました。それは政治というのは男の野望を実現する最高の手段なんだ、欲しいものは何でも力ずくで手に入れるんだと、こう言ったんですね。私はその話を聞いた時に、親父の背中を50年見てきて、政治ってそんなもんじゃないだろうな、本当に皆さんのお一人お一人のお気持ち、お心をいただく、そういう地味な仕事なんだけどなと私は思ったことがあります。それ以来ですね、私は野望とか野心というのはこれはなるべく捨てなきゃいけない、昔武道をやってた関係もありまして、そういう気持ちが非常に強かったんですね。でも小林さんのこのバイタリティ、これに触れさせていただいて、そしてその先ほどの本を読ませていただいて、ちょっと考え変わりました。私にも野心が芽生えました。でもそれはこの場で申し上げるようなことではなくて、自分の胸の中にしっかりとしまって、これからも頑張っていきたいと思います。そして夢と生きる、このお話皆さん読んでらっしゃるでしょうかね。ご本人からも何度も直接私お話を聞いております。一番ユーモラスなのは下宿のぷっちゃりしたお嬢さんによく誘惑されてましたけど、ご本人から何度も直接何度聞いてもですね、ユーモラスで楽しい話なんです。でちょっと長くなって恐縮なんですが、たまに東京行きますとですね、高取さんお昼でも一緒にどうかねということで、馴染みのレストランに、連れてっていたことがございます。感心いたしますのは、そこにいる若い女性スタッフに、いや何々ちゃん元気とかってすごくで、ね、爽やかに声をかけられるんですね。全然いやらしい感じがいたしません。これぐらいね、私も爽やかに女性に声をかけることができたら、きっともっと女性票は増えるんだろうなと、こんなふうにも思ったりいたしております。もうそろそろ最後にしたいと思いますが、小林さんの素晴らしいところ、これはですね、先ほど藤田先生もおっしゃった通り、いつもいつもふるさとのことを思い出す、忘れておられない、いつもいつも糸魚川のことを口にされています。これから糸魚川に恩返しがしたい、こんなこともやりたい、あんなこともやりたい、素晴らしいプランをですね、いつも夢を膨らませていらっしゃいます。その小林様、これからますますですね、本読んでいただければお分かりですが、私も知らなかった非常に厳しい苦労も乗り越えて来られて、売上高190億、従業員は5000人ぐらいおられますですよね。そういう素晴らしい企業を作り上げられて、そしてこれからまだまだふるさとに、ご恩返しがしたい、そういう素晴らしい小林さんのますますのご活躍、そして日興産業さんグループのますますのご発展を心からお祈りを申し上げまして、私の感謝と、そしてお祝いのご挨拶とさせていただきます。本日は誠におめでとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。市長米田徹様、お願いいたします。ご紹介いただきました市長の米田でございます。本日は、小林康弘様、その夢と生きるご出版おめでとうございます。祝辞、本日は小林康弘様の出版記念祝賀会にお招きいただき誠にありがとうございます。日本一のビルメンテナンス業を目指した小林康弘の人生を出版を心からお祝い申し上げます。小林様におかれましては、すでにご承知の通り、昭和34年に創業され、現在も日興産業株式会社の代表取締役会長をお務められ、傍ら財団法人東京新潟県人会会館の理事長、東京新潟県人会の常任顧問、そして東京糸魚川会の副会長として、ふるさと新潟県、そして糸魚川のために大変ご尽力をいただいております。母校への楽器寄付をはじめ、多大なるお心遣いのお借りをいたしておりまして、心よりお礼申し上げる次第でございます。さて、小林様におかれましては、従業員わずか 2,3 人のビル清掃業から出発され、今やビルメンテナンス業界の屈指の企業へとご成長を遂げられておりますが、その間のさまざまな紆余曲折な人生があったと、この旅の本に記してあるわけでございまして、実業界としての高い志と強い意志をお持ちになるとともに、私どもがよくご存じ上げるふるさとを思う熱い心を抱かれており、また人と人との出会い、人脈を
非常に大切にされておられます。このようなお人柄が会社を大きくご成長させるとともに、さまざまな要職にお勤めになる人望を築き上げているものと敬意いたす次第であります。さて、当市におきましては、現在平成25年の予算編成の詰めの作業を行っております。新年度は合併後の8年間を振り返り、これまでの取り組みを今一度見直し、課題を整理、再確認をし、事業をリメイクする必要があると考えております。また糸魚川ジオパークは世界認定から4年を経過し、再審査を迎えておりますが、ジオパークを獲得いたしまして、糸魚川を盛り上げ、全国に発信する働き、その動きが市民や企業、行政の共同で進められております。大変嬉しく、心を強く感じているところであります。限られた財源の中で、住民ニーズを把握し、市民の立場に立った選択と集中による効果的、効率的な事業を推進してまいります。これからも市民の皆様方とともに、輝かしい将来に向け、より一層ふるさとに愛着と誇りの持てる糸魚川市を築いてまいりますので、小林様におかれましては、どうかご健康に寄与され、これからもご活躍されることをお祈り申し上げるとともに、市政の発展に変わらぬご協力とお願いを申し上げます。最後に小林様、そして本日ご臨席をいただいております皆様方の今後ますますのご健勝と、本年が皆様方にとって幸多き年とありますよう、ご記念申し上げて祝辞とさせていただきます。本日は誠におめでとうございます。ありがとうございました。今のご紹介いただきました通り、同水通っている時は、梶屋敷の駅からいつも乗り降りして汽車で通ったんですが、ちょうど雨の日になりますとですね、休憩するところでバス停がちょうど小林会長さんのお家なんですね。小林、まあ言い換えればお店をされておったんですが、まあ商店を営業されたと。で、私のまた先輩でお兄さんが桃介さんって方なんですが、その方もおられるということで、親しくですね、我々、生徒がお邪魔をさせていただいておりました。ニュースタートとしてはどんなもんだよねと、このような話でございます。これはこちらの方面に座っているんですが、なかなか最初は大変だと思いますよと。ただし、まあ一回頑張って取れば、あとは皆さんの日頃清掃をきちっとしてもらえば継続的にできるんじゃないですかと。ですから最初は踏ん張ってやってもらうのが大事じゃないですかと、こういう話をさせたことがあるんです。ところがこれ読みましたらですね、その時わざわざそれをこの前、地元の仕事が第一に糸魚川の市役所の清掃ということで、わざわざ社長のところに行ってですね、当時社長ですが、で、エソン入札に来てくれと言ったってこと書いたんですね。そんなこと誰言ったんだろうかなと、こう思ってやったんですが、当時長岡の市長があった野村さん、野村さんもですね、来られて、そんなことであって、それからうちの仕事を、まあ、ちょっと失礼しました、市役所の仕事をしていただいて、からのずっと長い付き合いをさせていただいて、まあ、来ているわけです。自分と最初に会社をですね、やろうじゃないかという人を必ず取り立てて、そしてその知恵を借りながら、また会社を大きくしてきた。中に一部、まあ、急激にですね、会社の取り組みを変えようというのもあります。しかし最終的にはやはり、今まで一緒に汗をかいてきた人たちの声を聞いて頑張ろうというのは、結局今日に沿っていると思っています。したがって我々も、まあ地道に自分の初心を持ちながら、まず健康で、そして与えられたことをしっかりやっていくだろう、まあ、こんなふうに思っておりまして、私も大変またこの、夢と生きるを見させていただきまして、夢もあまりなかなか私は持てないんですが、新たにまた今日ですね、出発点として夢を持ちながら、市民のために少しでも役に立つ男になろうと、会社なんか持てませんから、そんなふうに思いながらですね、一言でございますが、今日皆様方にご出演いただいた皆様方に御礼と、そして
会長にはですね、どうせなんですから私より長生きをしてほしい、そうするとまた2つ目に私が言えることになりますから、ぜひ教わってほしいとこのように思っています。本当に本日はおめでとうございます。皆さんありがとうございました。ありがとうございました。今日も出席の皆様方からの記念品でございます。小林さんにはどうぞお受け取りいただきたいと思います。続いて花束の贈呈に入ります。それでは宮森さんお願いいたします。上狩のご出身ということで今日はご遠方から駆けつけてくださいました。東京糸魚川会の役員でいらっしゃいます。よろしくお願いいたします。あの女性の声が、ね、全くなかったので今までこう見えても端くれでございますので、お祝いに、一応私が大変こんな光栄のお役目をいただきまして本当にありがたいんですけれども、この花束は、ここにいらっしゃるお一人ずつの思いを全部この花束に凝縮してお届けしたいと思いますので、皆さんもどうぞ大きな拍手とともに、一緒に贈呈させていただきたいと思います。おめでとうございます。チューしてくれるそうですね。大変ありがとうございました。素敵なメッセージをいただきまして大変ありがとうございました。実は先ほど来、説明していただいてるんですけど、昭和11年の1月20日生まれでございますからちょうど喜寿なんですね。で、この喜寿っていう言葉は素晴らしい言葉だなと最近思ってます。本当に心から喜んでおります。日本語って素晴らしいなと思ってます。そして、ヨーロッパの人たちはですね、大体日本人よりも6年寿命は短いんだそうでございます。ヨーロッパの人って何だと思われますか。ヨーロッパの人は日本人よりも6年寿命が短いって言うんですよ。お分かりですか。お分かりの方ちょっと説明してください。はい、言いにくいですよね。そうなんですよ。ということはヨーロッパの人は昼間2時間休みがあるんですね。これは日本とで全然違うところなんですが、昼休み食事に行かれるんですね。でその後やっぱり楽しまれるんだそうでございます。夜ももう一回楽しむんだそうです。ヨーロッパの文化は生まれて、人生は楽しむんだという文化なんだそうでございます。そこは日本人とちょっと違うところでございまして、あまり激しく愛し合うと寿命が短くなりますよということではあるんでございますね。微妙なところでございます。いや冗談はさておきまして、私が、先ほど説明ありましたように加瀬高校出まして成績があまり良くなかったんですね。それどころかこの糸魚川中学小学校時代は、私の成績は音楽だけ U だったんですね。音楽だけ U、 あとはみんな B だったんですよ。で、私はエジソンの本を読んでエジソンになりたいという思いからですね、受け持ち先生に拝み倒して、家も金がなかったんですけど柏崎工業高校の電気科行きたいと言ってしつこく迫りました。
で、私の兄弟の人も何人か今日来てると思うんですけど、みんなやっぱり苦労して苦労して私を葛西工業に行かせてくれたんですね。で、葛西工業を卒業して、これもやっぱり成績が良くないもんですから、あまり一流企業に入れなかった。で、東京に出て住屋の奉公したんですね。でそこにも書いてありますように、隣のこの障子の向こう側にですね、もう一人の人が住んでて、出戻り娘のポチャポチャ娘がいたんですね。で、時々親御さんがいなくなっちゃうんですよ。親御さんが。でもね、俺はエイチさんを目指して東京に来たんだ。流行る心を抑えてですね。というのが非常に今でも脳裏に焼き付いてるわけでございます。それから弁護士さんのところへ、今度1年初生田原町の弁護士さん上条さんっていうんですが、そこへ初生に入りました。だから初生っていうからなんか一生懸命ね、訴状かなんかこう書かせてくれるんだと思ったんですね。その勉強になるなと思って行ったんですけど、実は違ってですね、でかい私よりもおっと立つと私よりもでかいシェパードがいるんですね。そのシェパードを私に帰ってわけですよ。だから朝もそれ連れて隅田川をずーっと登ってってですね、1時間ぐらい走って帰ってくるんですね。それから食事がまた大変なんです。人間の5倍ぐらいの食事を作って食べさせるんですね。夜もそうなんですけど、私は上の夜間もう一度行ってましたから、帰ってきてたまには遊びたいから夜12時頃になるんですよ。そうするとその塀を乗り越えて、うちは鍵閉められて入れないもんですから、意地悪な親だなと思ってですね、泣く泣く塀をこう飛び越えて言うんですけど、私が可愛がってる犬ですから、うーっとは言わないんですよ。非常に犬っていうのは人間の心に忠実なんですね。そんなことで、過ごしたことがありました。そして、たまたまアルバイトで新聞社の掃除をアルバイトでやったことがありまして、その後ですね、それで、掃除、あ、こういうことがあるんだと、これを自分の業にしたらどうだろうと、これなら俺にぴったりだと、頭は使わないし体は使うし、これはぴったりだと思ってですね、その仕事を57年も続けておりますが、おかげさまで、会社も日本一の会社に なりましたし、これからもますます成長を期待してですね、いるところであります。そのうちに私ももうこんな77歳になりましたんで、2年前に、会社で一番優秀な人に、社長を譲りまして、会長という立場でございます。これあと何年生きるか分かりませんけども、今日のここにおられる皆さんとともどもですね、糸魚川の発展を記念しながらですね、ここ新幹線が入ってきますから、通過駅にならないようにですね、魅力ある糸魚川はどういうことなんだと皆さんとともに考えながら、皆さんとともに、市民の皆さんと一緒になってですね、糸魚川の発展のために少しでもお役に立てればと思っているこの頃でございます。大変、皆さんの今日こんな寂な100名以上の多い方々に、お祝いをしていただきまして、心から熱く御礼を申し上げてご挨拶といたします。ありがとうございました。